皆さんこんにちは。あれ、もうこれ飾っとくだけにするんじゃなかったか。いやね、私はこう思うんですよ。言い訳はいいから、もう解説してくれ。はい。あ、もうあれだな。前回のセイバーで集団効果に味を占めて、2匹目の土壌狙いってやつだな。はい。でもこんなに照準と速度に全振りしちゃっていいのか。ふと思ったんですけどね、この機体フラップないじゃないですか。そうだな。見かけの数値は旋回用液体でも、フラップないので。もしかして旋回運用じゃないのかな、と。ほう、それでこうも極端に。旋回系入れても中途半端な気もしますしね。つまり、今回はスキルとか装備とかでどれだけ変わるのかな、変です。なるほど、せっかく唯一のティア級プレミアム機だもんな。これで化けたら儲けはがっぽりですぜ。超レア機と思ったら、ホリデーボックスで出ますしね。出たはいいものの、使えないと思ってる皆様への朗報になるといいな。戦闘空域が近い。攻撃態勢に入れ。なんか小さいな、わら。それでも照準円もだいぶ小さくなってるのがわかると思います。ところで、アクティブ目標への命中率が 10% アップするって、どういうことなんだろうな。ガンバスターのホーミングレーザーですかね。すごい謎兵器だな。ちなみに、雲なくサクッとこの高度まで上昇できました。高度取ってどうするんだ。脆い、旋回ない、火力ないの機体ですからね。上からかぶせて突っ込むつもりです。と思ったけど、上空は敵兵も少ないので爆撃機の梅雨払いもいたしましょうか。瞬殺される銃弾も、こちらを狙っていなければどうということはない。そういや、これ爆撃機護衛のためのパラサイトファイターだったな。フラップないのは指持ちぶさたですね。人差し指な。お、結構削れるようになったんじゃないか。そうですね、しかも旋回系外しても気にならないですよこれ。そうなんだな。旋回し始めがややもたつくらいかな。これでも全弾当たれば毎秒320ダメです。3ポイントスキルの射撃手にまでおごるのはなかなか勇気づけだな。爆撃機解体もこれこの通り。20ミリでも途中でオーバーヒートするよな。これだけ集団させると、オーバーヒートもほとんどしなくなりますね。この機体の欠点もう一つありまして、ちょっと動きがトリッキーすぎて、目が超疲れるのと、普段 70% くらいで乗ってるのが、120% くらいの気合い入れないと、運用できないところです。一つじゃなくて二つ行ったぞ今。これ、3回乗るともう熱病にかかったみたいになりますよ。お、また結構ゴリ押しで落とせたな。まあ、一応火力不足と射程不足はスキルと加速装備で補える感じですかね。ただ、機体性能は意外と中途半端なので、バランスいい機体に絡まれると積んじゃいますけどね。あと、エアボトムだと狙われたら瞬殺で、打ち込んだらダメ入らないとか。5000も稼げない時もあって波が激しいですが。この前初めてこの装備でパーソナルポイント16000超えてきました。クレジット、ノーマルで30万超えてたもんな。ヴァンパイアにタックコンスタントに稼げればいいんですけどね。うまくはまらない時は本当に戦犯で申し訳ないです。ちなみに、この機体の格闘性能ですが、現状の装備でノーマルのマスタングエッジ型とほぼ同じくらいのようです。向こうの方が数値はちょっと良くて、フラップもあるな。そうですね、縦旋回だと、ジェット機は速度減衰がなく、水平旋回だと、ジェットの方が減衰激しいことを頭に入れとくといいかもですね。そういえば、もう一つ、フラップがないので速度落としにくく、オーバーシュートにも苦労します。これでも多分、前の動画より褒めてるんじゃないかな、わら。でもあれだな、ボックス
から出てくる機体って貧弱な火力のが多いよな。ほんとそれな。まあでも、あのバッファローも、フィンランドでは空の真珠と言われて、多数のエースを生み出してますからね。冷戦だって毎回損失永遠にゼロじゃないもんな。味方の対空砲かってこっちにもダメ入るのかな。少し頑張ってみようかな。拡張スロット一つずつしか増えないんですけどね。ずっと機体が小さいから余裕がないんだな。わら。めちゃくちゃ壊れやすいから強化外反にしようかな。加速もいいからすぐところに潜り込めるな。フルスピードの機体には無理ですけどね。横殴りならなんとか。というわけで、皆さんもお蔵入りの機体を調整してみませんか。もしかしたら化けるかもしれませんよ。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回も良ければ見ていってくださいね。見事な戦果だった。前期帰還せよ。